痛い。痛い。僕の腕から赤く、生温かい液体が流れ出る。なんで？なんでこんなことになったんだっけ？さっき頭ぶつけたせいで意識が。確か。僕は。僕らは。翔さん寝ちゃった。翔さんにお願いされ膝枕をしていたら、気づけば翔さんはそのまま眠っていた。にしても。初めて会った時もそうだったけど、翔さんって結構僕の近くで寝ること多い気が。まあ、それが嫌ってわけじゃないし、どっちかっていうと、安心してもらえてる気がするからいいけど。ボディーガードが保護対象にそんなに無防備な格好を見せていいんですか？まあ、将来結婚する相手ならいいんですかね。僕らは昼間、サツキ家の人たちを敵に回した。まあ、もとより、親戚というだけで味方ではなかったけど、だからこれから。早ければ今夜にでもサツキの人たちは僕らに何かしてくると思う。自分たちにとって邪魔な相手は消す。社会的な意味でも、物理的な意味でも、その行為を躊躇なく行えるのが、僕の親戚。サツキ家の人たちだ。この先、多分忙しくなるし、危ない目に遭うことも増えると思うけど。頼りにしてますよ。翔さん。にしても、そろそろ翔さん起きてくれないかな。足しびれてきたんだけど。その日のうちにでもサツキの人たちが何かしてくると思ったのは僕の杞憂だった。昨日、何もなかったからとはいえ、この先も何もないとは言い切れない。か。珍しいな。君がそんなに考え込んでる風なのは、もしかして許嫁と喧嘩でもしたのか？ご心配なく、翔さんとはいたって良好な関係が続いてますよ。それは何よりだ。君が虎丸を泣かせるようなことをすれば、私は君を許さないからな。わかってますよ。絶対にないとは言い切れませんけど、しばらくはそういうことにはしません。なんというか、君らしい返答だな。彼女はああ見えて、結構繊細な方だから、ちゃんと気をつけてやってくれよ。ナズーリンさんに言われなくとも、ちゃんと僕は翔さんのこと見てますよ。だろうな。昨日、虎丸に膝枕をしてやったらしいじゃないか。な。なんでナズーリンさんが。ああ、翔さんですか。そうだ。彼女は昨日の君との話をとても楽しそうに語っていたよ。なんというか。君らは本当に仲がいいな。いい名付けなのもうなずける。それはどうも。紹介が遅れたけど、この人はナズーリンさん。僕と翔さんの共通の友人で、僕と翔さんが許嫁だと知ってる数少ない人だ。まあ。そんなナズーリンさんにも話せてないことはいろいろとある。僕と翔さんの関係が、ただの許嫁ではなく、ボディーガードとその保護対象であることや、下手をしなくてもサツキ家の人たちに命を狙われているかもしれないということも、自分たちのことながら、秘密が多くて本当に申し訳ないとは思ってる。そしてそれと同じくらい、こんな僕らと友人になってくれたことを感謝している。あれ？スバルに謎じゃないですか。珍しいですね、廊下で会うなんて。何の話をしてたんですか？噂をすればなんとやらだな。いやーなんだ。君とサツキは仲いいなって話をしてたんだよ。そりゃあもちろん許嫁ですから。私とスバルは仲良しですよ。ラブラブってやつですよ。ラブラブ。なんでこの人はそう恥ずかしげもなくそういうことを言えるんだろう。ああ。まあうん。言いたいことはわかるが、そういうことを言うときは、時と場所を考えようか。ほら。サツキも赤くなってる。ナズーリンさんもそういうこと言わなくていいですって。あはは、以後気をつけます。ちょっと前まではこれが僕らの普通の日常だったけど、今の僕にとっては、サツキ家の人たちに奪われたくないかけがえのない日常だと気づかされた。まあ、その一点だけはサツキ家の人たちに感謝かな。それ以外は何も思わないけど。いやー、今日は久々にナズとも一緒に帰れると思ったんですけどね。まあ、休養じゃ仕方ないですよ。ですね。それじゃあ私たちも帰りましょうか。はい、そうしましょうか。翔さん、僕の勘違いならそれでいいんですけど、さっきから僕らつけられてますよね。あれはさすがにスバルも気づきますよね。おじい様が本格的に動き始めたんですかね。断言はできません。動きが素人のそれです。サツキ家の方が動かすのであれば、虎丸の誰かを使うでしょうし、それか、私たちをあれで試している。とか。今考えることじゃないだろうけど、翔さんってこういう時の頭の回転本当に早い気が。それに、いつものどことなくのほほんとした空気が一気になくなる。どっちなんでしょうね。どっちだっていいですし、私たちをつけているあの人がたとえサツキの家が関係ないとしても、今やるべきことは明確です。それって、逃げるただ一択です。走るので、って、離さないでくださいよ。え、ちょっと待
僕が静止する前に翔さんは僕の手を掴み走り出す。はぁ、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 つくづく。自分の非力さが嫌になる。今度から体力つけるために、ランニングでも始めようかな。スバル、大丈夫ですか？大丈夫です。ただ、思いのほか、体力がなかっただけです。走らせて申し訳ないです。でも、あの人の目的が私たちだってことが確定したので許してください。それに、お仕置きなら家に帰ってから受けますので。お仕置きなんてしませんよ。どちらかというと僕は助けてもらってる方なので。とまあ、立ち話はこの辺でおしまいみたいですね。あれれ、もしかして君ら俺に気づいてた？あんな見え見えの尾行、私たちじゃなくても気づきますよ。失礼な言い方だな。これでも俺って名の知れた殺し屋なんだけどな。殺し屋。十中八九サツキの家の人が依頼主。殺し屋ですか。物騒な方ですね。一般市民の私たちに何の用ですか？なあこった俺の知ったこっちゃない。俺は言われたことを言われた通りにする。それが俺の仕事。わかるか？それがたとえガキの命を奪うことでも。だ。それじゃあ、その殺し屋さんに質問です。ちょ、スバル。あなたを雇った依頼主は、滑覆のいい老齢の人ですか？違う。とても答えると思ったか？ですよねー。お前らは気にするだけ無駄だよ。知ったところでそれを話すことはできないし。まあ、同情はするよ。いくら仕事とはいえ、未来ある若者を殺すのはほんの少し心が痛むくらいには情もある。情？か、僕は今目の前にいるこの男が死んだらどう感じるんだろう。悲しい？虚しい？いや、全く何も感じないかな。自分でも理解してるつもりだけど、僕もサツキの血を引く人間だ。知らない、興味のない人間がどうなろうと僕には関係ない。それは、命を奪うことになろうと。スバル？おう、見た目の割にかっこいいことを言うじゃないか。お兄さんそういうの好きだよ。だから、僕は男が懐から何かを取り出す動作を見逃さず、僕の隣にいる翔さんを押し飛ばしたのだが、そのまま勢い余り、鉄柱に頭をぶつけ、気を失った。あれ？どこ？だ？ここ？僕は、そうださっき、意識が戻るのと少し遅れ、腕に痛みが走る。あれ？なんで？血が、自分の腕から流れ出る、赤く、生温かい液体を見て、そんな純粋な疑問が頭をよぎる。スバル、目が覚めましたか？翔さんこそ、血が、ああ、これは大半あの男の返り血なのでお気になさらず。一応加減もしました、ですが、すぐに起きて行動は難しい程度にはしましたので、救急を呼ぶ必要はあるかと。そう？ですか。よかった。よかった？何も良くないですよ。スバルは撃たれたんですよ。不幸中の幸いで貫通はしてますから手術とかにはならないでしょうけど。でも、痛いですけど、こうして僕は生きてますし。これからのことも考えて一言言わせてもらいます。スバル。あなたは私より弱いんですから。おとなしく私に守られていてください。さっきみたいに、私を守らなくていいんです。ましてや、私をかばって怪我を負うなんてこと、あっちゃいけないんですよ。翔さんの言うことに一理あるのはわかる。でも、それじゃあ、今までのサツキ家と虎丸家の関係と変わらない。そんなことを理解しながら、僕の思考はぐちゃぐちゃとし始め、詰まりながら出た言葉は、ごめんな。現状を肯定するだけの謝罪だった。理解してくれてよかったです。スバルは、私より賢いんですから、自分の身だけを案じてください。じゃなきゃ、私の存在価値がなくなります。ごめんなさい。ま、お説教はこの辺にして、帰りましょうか。スバルの傷をちゃんと手当てしないといけないですし、私もいろいろとベタつくのでお風呂に入りたいですから。はい、僕がそう返事をすると、翔さんは優しく僕の大丈夫な方の腕を引き、家へと向かった。サツキとトラマルの現状を変える。そんな当たり前に口にしていた僕らの理想が、とても難しく感じ始めた。僕の意識一つで変わるものだとばかり思っていたけど、そう簡単な問題じゃないことを今回の件で分かった。そして、サツキとトラマルのこの関係が続いてる理由もなんとなく、嫌だけど想像がついた。サツキ家からの強制もあるけど、それと同等くらいのトラマルからの依存、経済的。いや、そんなことじゃない。もっと根深く、複雑な理由。犬が飼い主に懐くなんて可愛げのあるものじゃなくて、もっといびつで、複雑で。
僕一人じゃどうにもできない、トラマル。翔さんの問題、僕に、どうにかできるのだろうか。